お料理は真剣にやらないと思わぬ怪我をします。これも授業ですから、ふざけたりしないで真剣にやってくださいね。はい。なんか先生やけに気合入ってたな。千恵先生はカレーに命かけてるからね。採点もかなり厳しくなるよ。家庭科の点数なんか適当でいいんだよ、適当で。そんなこと言わない方がいいよ、もし先生に聞かれたら。大げさだな。だいたいカレーなんてジャンクフードじゃねえかよ。味も変わり映えしないし、すぐやってくる。さ、真面目に作るか。言うまでもないと思うけど、ケイちゃん、あとそっちの二人も、今日の部活はカレー勝負だからね。望むところでございますわ。もっとも私の学年は班で作りますから、調理するのは。僕のカレーは美味しすぎて体がどうにかなっちゃうのですよ。リカちゃんはかなりの料理上手。クソずるいぞ、サトコ。レナもカレーは得意だから、ケイチ君には負けないよ。強敵揃いか。だがまさか、いや、そんな。ミオンはきっと料理が下手に違いない。ケイちゃんはそう思ってるんでしょ。俺も負けてられるか。デイキャンプで親父に仕込まれた技の数々見せてやるぜ。そろそろ開けた方がよろしいのではございませんこと。さとこ、それが罠のつもりなら残念だったな。暗号水産は初めちょろちょろ中パッパ、赤子泣いても蓋取るな。へえ、ケイちゃん詳しいね。分かったら尻尾を巻いて帰るんだな。仕方ありませんわね。あら、足がもつれましたわ。手が滑ってしまいましたわ。さとこちゃん、あたしのは甘い。やられた。気づいた時にはすでに手遅れですわ。俺のカレーが。かわいそかわいそなのです。かわいそかわいそでございますわ。てめえ、さあどこー。